新年明けましておめでとうございます。新年一発目の抽選、今年はね軽い目標を掲げるとやっぱスマートに行きたい。スマートスロットが出ました。スマートパチンコもそろそろ出ます。ジャネジロもスマートになろうよ。おはようございます。新年明けおめでとう。どっちかにせ、まあ、いい番号だけど買ってくださいぜひお父さんの話してたら選ぶ台考えるの忘れちった。何打とうかな。お父さんはもう新花3で40万ぐらい株かれてるっつってた。おはようございます。スローパッチステージのエンジロです。よろしくお願いします。おはようございます。あ、やっぱお父さん新花3座ってる。やっぱやれない機種座るっていうのがありかもしんないね。2023年ですから2022年やれなかった機種いきたいと思います。選ばれたのはデビルマン。2022年やれなかったランキング多分トップに入る。いくか。新年明けましておめでとう。新年明けましておめでとうございます。今年もスローパッチステーションをよろしくお願いします。おはようございます。スローパッチステーションレンジローです。ということで2023年もよろしくお願いします。まあ手前にねいろいろ年始動画出させていただきましたが、その後に撮っているのでお財布がもう大変なことになってますね。年始動画まだ見てない方いらっしゃると思います。最終的に9万5千負けました。なんかねみんなとうちに行ってたから被害少ないかなと思ったけど、結局帰ってきて一人になってよく考えたら辛かったです。もう二度とあんな企画やりません。まあ、2023年段級6としては一発目マルハン南アルプス店さん。前回はね後ろに富士山が見えたんですけど、よくないね。バットだね、バットロケーションだね、デビルマンですね。はい、もうバットロケーションイコールもうデビルマンですよ。デビルマンってあんまやれたことないなと。やれた回もあるけどやれたことない方が多いなって個人的に思ってたので、まあ2022年の嫌なところを一旦清算してから一発目スタートしたいなと思い、ちょっと金河新年にはふさわしくないかもしれないんですけども、とりあえず悪魔的な正月を過ごしていければなと思います。そしてですね今年から新ミッションが始まりました。その内容がこちら。どうもレンジローです。新しいミッションが始まりました。今年のミッションはチャンネル対抗戦。毎月ポイントを多く獲得したチャンネルが勝利、負けた方は隣駅で罰ゲーム。ポイントルールはこちら。11月末までのトータルポイントが多い方は超ご褒美休暇、少ない方は超過酷罰ゲーム。ジャンさんと一緒にカタカナ組に全部罰ゲームをぶつけてやる。どこじゃん。まあほとんどは去年と変わらず、勝ったらプラス1ポイントとか定まに応じて、まあ一撃2万発出したらもう1ポイント追加とかいう感じで、ポイントの獲得のルールはそんなに変わりはしないんですけれども、一番変わった点としましては、スローパッチステーションは本当に争いが好きなので、毎月どちらかのチャンネルが罰ゲーム受けることになりました。なのでそこが一番変わったルールですね。で最終的に勝ったチームが草津温泉です。ありがとうございます。いい風呂の日生まれ、草津温泉クソ強いでございます。そんな感じですね。はい、ということで2023年よろしくお願いしますの根性いきたいと思うんですけれども、今ねお待ちいただいている方々、新年一発目一緒にやりたいと言ってくださったので一緒にやっていこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで新年たくさんの方に集まっていただきまして、よろしくお願いします。やり方は大丈夫ですか。はい、はい、ということで2023年いい年にしましょう。山梨はマルハン南アルプス店さんでいきます。せーの、ドコンチョー。ドコンチョー。おはようございます。スローパッチステーションレンジローです。明けましておめでとうございます。ではいきます。1枚目、新年の1枚目では最初に、お久しぶりなのでスペックの方からお話しさせていただきますと、319分の1の1種2種混合機となっておりまして、ラッシュ突入率が 60% で、ラッシュ入ってしまえば 93.2%、 もう右下にドーンと書いております。で超イダ点をイメージして作られた台なので、ほぼ源さんと何も変わりはございません。ただ一つ何か違うものがあるとすれば、ニュータイムがついてます。959回転で発動して、もう右打ちほぼ角なので、そこだけで線はまんない優しい機械だなと思っていただければ大丈夫です。で僕結構なんとか打っていて言っているんですけれども、このデビルマンやっぱね、男の子が好きな演出見せ方してくれてるんですよね。通常時も結構あっさりしてて、で右打ちもまあスタイリッシュでかっこいいと、でなおかつ歌よ、よくよく考えたら今日デビルマン打つのも運命だったのかなと思っています。なぜかと言いますとね、3日後今カメラマンをしてくれてる宮地さんと一緒にワイファスのライブ行くんですよ。
で、この主題歌歌ってるの誰？バッドコミュニケーション、マイファスのヒロさんですよ。あ、運命でしたわ。すいません、後付けで申し上げたいけど運命でした。なんならマイファスのライブなんですけれども、対バン相手がマキシマムザホルモンなので、僕と宮地さんマキシマムザホルモンめちゃめちゃ好きだから、その日っていうのもあるんですけれども、とりあえず歯渡り2億センチが聞きたいっていう理由でマイファスのチケットを買いました。まああと2022年、 あんまりやれなかった機種でもありますし、多分去年で一番うんち回を出したんじゃないかなと思ってます。サムネイルこうやってやってデビルマンの羽つけたサムネなんかあります？やばいでしょ。まあでもね、カメラマンも編集も頑張ってくれて動画にしてくれてありがてえなとは思ってます。これはもう僕の実力不足でね、いい内容撮れなかったので、まあ、そこをやっぱ今年はそういうのをなくしていきたいという思いを込めてデビルマンにしました。そして次にですね、注目予告お話しさせていただきます。で、4つお話しさせていただくんですけど、これねどれも出にくいです。まず1つが先読みゾーンのゴールデンゾーンで、軍予告、次回予告、最後のリーチ、神々の遊び、ちょっとね難しい感じなんですけれども、この4つあまり出ませんが、ゆえに出たら本当に期待してもらって大丈夫ですって言ってる僕が軍予告外したことあるんですけれども、大丈夫です、期待してください。で、注目予告ではないんですけれども、まあ気にしたい方がいいよといった予告として、まあゴールドシンカー、あのバトルリーチ中のチャンスアップとして使われます。まずそこのゴールドシンカー行かないと当たらないっていう場合が多いですね。行っても3割ぐらいなので、まず行かなきゃダメっていった感じですね。まあ、2023年になりまして、まあ、私もお恥ずかしながらこんな状態で3年目になってしまいます。こんな状態で3年目迎えたくなかった。もうちょっとなんか良くなってたと思ったけど、変わらない、1年目で変わらない、むしろお財布は1年目より細々としてますが、まあ、もう3年目です。レンジローチームも3年目じゃないですか。宮地さん、宮地さんなんかないですか、今年はこれやりたいみたいな。それだったら離れてください。まあ、もしかしたらね、僕の次に入る演者が来る。あ、デビルマン関係あるね。あれデビルマン関係ありますよね。だから入銀さんはね、この重ねはね、意外にね僕の中で熱々速報だと思います。レイコクとザーンは出さないように。 1,2,3OK、 ギジさん、あ、いいねいいねいいね、どれでもいいよ。おー、え、レベル3デーモンロングリーチじゃん。これで当たるんじゃないの、もしかしたら。絶対当たるじゃん。珍しすぎる、こんなに煽っといてこれがおかしいね。こっちですから、ほらーこっちですから。もう赤よ、もう 70% 超えてる。うわ、なんだっけ、鎖フリーズゾーンだよこれ。これもめちゃめちゃ8割オーバーのやつ。うわ、本当に当たったわ。これはもうめったにあのお札止まんないですから。で、ここでもう確か当落決まると思うんですよね。前ジャンさんが横で出してたら、そのバス TV の時に、はい、ありがとうございます、感謝します。よしすごくない、何もなしで当たっちゃったよ。140回でこんなスタイリッシュで当たるんですよ。まあ2023年の抱負は後でお話しましょうか。宮地さんは彼女作ってレンジのチーム抜けたらしいです。はい、まずこれね、途中率 60%、 まあうちこの当たり方は 50% なんですけど、チャンスアップ1個もございません。残り体力100、まずいですね、まずいですね。で、末尾がラウンド数と一緒だったらラッシュのことがあるんですけども、ちょっと久しぶりスターで覚えてない部分あるけど、あの当たり方ですよ、ラッシュ入んないと困る。32ダメです、今のところ何にもない。いきます。マジかよ、今のだからいけよ、まだ。うわ、めっちゃ珍しい当たりしたのに、当たった時にリアクションしない演者でしたからね。何も一言も喋ってないですからね、僕もうマイファスしてましたから、自分で勝手にやっちまったー。ちょっと通常だったんですけれども、まあいい演出を早めに見させていただいたということで、一旦トントン、まだ優しく行こう、優しくありたい、今年は優しくありたいよ俺。はい、今年の目標2023年2つあるんですけど、じゃまず1つ目、まあ今年の目標は世界を変えたい、はい、それですね。
毎日パチンコ打ってる人間が世界変えられるか。まあ今の冗談は置いといて、まあ、もう一つ目はこれなんならずっと頭の片隅に大学生の時から思ってたことなんですけども、パチンコってもちろん BGM、SE とかあるけれども、まあ、キャラクターが声を発してるわけじゃないですか。で皆さんが有名な好きなセリフとかあるわけじゃないですか。それでもとかバナージとかのセリフ、その声を担当されてる声優さんと一緒に乗り打ちしたい。これ僕の叶えたい夢の一つですね。バナージの声優さん確か内山幸喜さんって方で、バナージと一緒にユニコーンガンダム覚醒させたい。左バナージ右ミネバみたいな。パチンコのアニメでも使われてるので言うと、私が一番ファイルーズアイさんとやりたい。ファイルーズアイさんとダンベル何キロモテルを打ちたい。パチンコが好きな声優さんいらっしゃいましたら、レンジローの DM にぜひ DM 送ってください。どこまででも行きます。日本全国どこまででも行かせていただきます。タラッタラッタッタータータータ2万ハッピーニューイヤー3枚目全然変わんないんですけど、去年とやってること去年と一緒なんですけれども、こういう時ってなんか変わるって聞いてたんですけれどもね、こんな変化のない3年目よ。おお、赤イルミ、あー、ユゴゾーンか。夢うつつつつつゾーンだったら嬉しかったけど、ヒュージャンですね。これでもね、赤でこの金玉、金玉でキッコリーチ、まあまあ 20% ぐらいですけれども、まあまあ行きます。キッコリーチ、ここ、これを貯める魔法陣、おこれ赤保留以上、スパーク保留、これ当たったわ、これ当たりましたわ。こんな大事な時に金婚リーチを金玉リーチと言い間違えてしまってる。よしよし、世の中の赤とは格が違うんで、この赤保留。 OK、 3回目ね、3回目で足りる、全然足りない。 OK 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 OK、 当たりました。虹までついちゃった。よしよしよし、ありがとうございます。赤スプーン、OK、394、39な、頑張りましょう。右、よし右まあでもレインボー来たってことは入っていいと思うんですけどね。いや諦めない、ごめんなさい、初っ端から右だったらラッシュ格だったんですけど、まあ、僕は諦めません。こっちで倒せ、チャンスアップボタン、ノー、また残だ。あー、もうキャラが危ねえんだわ、これお願い、なんか法則、うわー77、やったー、ラッシュ入った、ありがとう、よし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 、はい、サムネ確定、金玉や、本物のありがとうございます。よし、いいのが見れましたね。いや、もう欲望に任せるのはまた後ほどだから、まずはもう原産モードから、もう本当に原の字と一緒です。4回転だから3プラスザンホリー1回転、このうちに 2.04 分の1、もう2分の1ですよ。4回転で2分の1、約 50% をどれか引いてればいいだけですから。もうこの歌聞くため、よし来た、あさってライブ行きます。はい、あぶねあぶね、そんなネタいらないんですよ。投資が2万7000円ですね。もう歌はもうバッドコミュニケーション一択、ヒロパブロね、ヒロパブロ、いい 50% をいっぱい取ってく、ダンテありがとうございます。当たってくださいね、もういって、この遅さはやばいって。でミキが出てきてくれる、93%、もう Do you know 93% の意味、やばい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 、色変われ色変われ、デビルマンマジで色変わんないとまずい、もうお願い、あかんあかんあかん、2連転やばいって。いや本当にもうなんで僕がデビルマンってこうなるの、やめて、カッハー、危ねえ危ねえ。今日に限ってジェル忘れて、何、あ、なんていうんですかね、ウーノみたいなペースト状のやつだから全然。7ラウンド、まあ、現の字と違ってマックスラウンドが7ラウンドなんですよ。でも 30% 振り分けがあるから結構取りやすいです。今日に限ってワックス忘れちゃうからマジで髪型もう終わってますけど、すいませんね、93% 出してくんで。 OK、 もう1回耐えたらこれよ、
僕の中のデビルマンもう知ってるわ。一回ファイナルチャンスで、ね、超えたらデビルマンマジ伸びます。まあまあありがとうございます。あとはもうネクストの時にデデビルマンだっていう保留連の告知とか。今がゼノンでしたよね。ゼノンの次、はい、ミッキー、はい、当たります。当たりました、ありがとうございます。まあゲンさんと一緒でキャラクターの矛盾とかとうとうありますが、関係ない関係ない、もうバイブさせればいいだけなんで、まあ早く気づけますけどね。あ、違うっていうのはもうこっから超高速でいきます。はい、虹サタン気持ちいい。お、サウイツキュー引いてる。サウイツキュー引いてますね。 V 狙いなかった。で、こっから1個無敵になるんだったら、やっぱ保留連告知が出たらマジで止まんなくなります、この台。サタンの後はシレーヌからなんだ。オーケー、先ブルーブル。なんか珍しくない？今数字出ました？一瞬壊れたよね。来ちゃったんだ。はい、保留連、あとは 30% のマックスラウンドをいっぱい取っていく。てをいっぱい出すね。あと、あー、マックスラウンドだ。金は、7ラウンド濃厚でございます。いや、まだダメだ、まだダメだ。7500発までは耐える。いつもだったら、いつものレンジラーだったらこの辺で終わってたと思いますが、私こっからはもういけます。ラスト、ここで当たっとくのが大事。ここなんだよなー、アスカー。ファイナルチャンス。いやー、でもここで赤にしとく。お願いお願いお願い、怖い。正直足んないよ、こんなんじゃデビルマンじゃ。お願いします。いやー、やだ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 。いや、まだや、諦めちゃダメ。616066、6多い、6多めです。これ悪魔の数字666。森じゃなきゃいい、森じゃなきゃいい、森だ、やばい、森。え、本当に6はない、確かめっちゃ適当に言ってた、666とか。いやー、ナイス引き戻し、マジで危ねえ。まだ戦える、まだ参るぞレッジロ。ありがとう。バンドの血が蘇っちゃう、やっぱヘトバンしちゃう、どうしても。とりあえず5000発、とりあえず5000発。いいスタートダッシュ切れてる。だで3、この辺で当たっといてほしい。この辺もう 50%、 OK。 危ない危ない、ファイナルチャンスはマジで怖いからやめよう。残、ダメ、ここ、よし、ナイス。しかもマックスラウンド最初から取ってる。振り分けも悪くない、 30% もよく取れてる。さあ、あと1500発、とりあえずまくり。3、あ、いいです、サンキュー。2連続7、でかいでかいでかい。よう戻したよ、自分でも 7% を。カウントダウンやることすら忘れてる。次しっかり当てれば7500発。モードも変えられるぞ。エッチなモードやりたいっすよね、みんな。男の子は戦った後はやっぱ欲が、性欲を収めないと。早く、ここで当てといて。ああ、気持ちいいまで出なかった、気持ちで止まってしまった、気持ちよすぎて。いやー、やっと晴らせるか、7500発まくってるぜ。これであとはちょっとモード変更いつできるか、マックスラウンド飛んだからできなかったと思うんで。ことだま、OK、完全にまくりました。あとは2023年ぶっ飛ばしていきたいんで、できるだけここで持ってきます。吸引パトモードですね。自分のチンチンが爆発する前にクインキン鳴らしたら勝ちです。はい、当たりです。面白い、デビルマン、デビルマンおもろ、これがずっとやりたかった。あー、変わったわ、明けたね、年が、暗黒の時代が明けたよ、ついに。あー、よかった。はい、シレーヌ、キュイ、なんだ、あー、やばい、あ、からの、いやー、いっちゃった。さっきマジ戻せたら奇跡に近いんで、 7% しかなかったんで、戻せる確率が。もうあれは無理だと思って、もう無理だと思って、お願いお願い、ここで赤になっといて。なかなか戻せんのよ、ここ赤にならないと。あー、ボタンえげつないの、ボタンえげつないのって、普通の、お願いします。
いや、こっからって時に51ダメ。あー出てこい。あーステージが近ければいい。さっきのステージじゃなきゃいい。ステージが近ければいい。ダメだ、これはダメだ。まあ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 、18連トントンにしただけですね違うんだよな、ここでぶっちぎっていきたかった。いやデビルマンおもれえわやっぱ。まあプラスなんですけれども、まあ果たしてこれでスタートが切れるかって言ったら分かんないですよね。ちょっとデビルマン正直楽しかったんで満足ですあのこれ以上デビルマンで嫌な思い出を作る前に他の台でしっかりあのプラスにして2023年開けたいと思うんで、一旦他の台開いてるから見に行きたいと思います。はいはい、さてさてさてぐるぐる見ていこうと思うんですけれども、やれなかった機種デビルマンは正直あのままちょっとのプラスだけどいい思い出で終わることが大事だと思うんで、まあやっぱちょっと僕も朝狙ってたんですけど、やっぱユニコーンの列、ユニコーン一面とレールガン、シンフォ、このボックスはやっぱ人が動かないでずっと粘っていらっしゃいますね。いやちょっとねユニコーン行きたかったけどさすがに無理か。メインとライトミドル、この両方がね入ってるボックスが一番良かったと思います。番号が良ければ本当にね十分楽しめる環境だと思います。いやでも言うてやれてる機種ばっかです。ちょっとデビルマン引き続き打ってきます。もっといい思い出にしようよ。最後までデビルマンとレンジローよろしくお願いします。ドコンジョー。はい、ということで、引き続きデボマンを打っていこうと思います。まあ、こうなったらなったでもうより良い思い出を作って帰る以外もうないんで、道がもうこれで一旦決着させましょう。この原産タイプとは何300回転でもう取るようになっちゃったの。あなた500からでしょ。まあまあまあ今約半分ぐらい弾使いまして300回転、安心しなさい。デビルマンがそんなポンポン当たる台じゃないってことは皆さんが一番ご存知なはずです。私はもうねデビルマンがハマって当たり前だと思ってるんで、なんならまだ早い方ですよ300回転なんて。ハッピーニューイヤー。変わら2022も2023も変わらない。もう本当にもうやっぱデビルマンはデビルマンなんだよな。絶対いい夢見させてくれない。そりゃそうよ、悪夢だよこれ。落ち玉も7500発あったのに、残り500発です。希望があるとすればなんか残り250発ぐらいで奇跡の当たりがあるかもしれない。それ超えたらもう U タイムです。ただ U タイム行けばいいんですけれども、私 U タイムほぼ行ってないです。50回転とか30回転前とかに当たるんですよ。この台いるんですよ、妖怪 U タイムストッパーが。はい、4時半前ぐらいですね。新しいペコーラ可愛いですね。買いました、もちろんグッズ。そんなの関係なしに、4時20分です。元気追加投資です。もう、まあ、560回転なので、あと400回転はめれば U タイムです。道のり長え。いやでもこれで U タイム行くとしたらあと2万ぐらいは必要なわけですよ。だから5万でしょ、まあ、1万2500発出るからなこの台。あーもうだからもう割り切って U タイム行きましょうよね。何のエースも当たんなくて U タイム行きましょう。2023年 U タイムでサムネ決まりましたね。まあ U タイムまで残り350回転頑張っていきましょう。4枚目。わしは何時間通常時打ってんだろうか。はい、残り U タイムまで200回転。ああ、やった別。いやーってかよっしゃじゃねえな、もう。ああ今まで800回転何も来てないのなんで急に来るの。やめろー、やめてくれ。もうあと200回転待てばいいだけだから。いやもう大丈夫、これ多分当たんないと踏んで回します。赤いイルミごときデビルマンにとったらただのリーチ。待って、どこに混ざんのこれ。なんで、あと200回転切ってんのに。あー見たことない背景出てるおいおい、落ちないで。いやだからもう外れてほしくないけど、赤ホールなんてめったに来ないんで。レイコック星4だったら 60% ぐらいあります。危ない。タイトルとかも赤とかじゃなくていいよ。あ、いいよ。3.5 弱いですね。レイコックゴールド進化しなかったらほぼ外れるんで、これゴールド進化しなきゃ大丈夫。あ、大丈夫、これ外れるね。おい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 、煽るだけかよ。 OK 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 OK
よしよしよし、追加投資できる、追加投資できる喜び。これ残り10回転とかでこれ出されてたらもう本当に発狂してた。おそらく足りるでしょう、ニュータイムの5枚目。危ない、マジで。はい、800回転到達でございます。もうなんか結構赤保留とか外したんで、さっきニュータイムまでギリ近づくと絶対に赤保留とか激アツ系1個絶対出てくるんですよ。この台心揺さぶってやるぜみたいな演出絶対出てくるんで、それに押し負けちゃダメです。もう、あ、これ外れるなって思ってみた方がいいです。はい、残り100、あと100回転耐えればいいだけなんで、100回転耐える簡単なお仕事よ。ニュータイムあってよかった。見えます、やばい、マジやばい、マジやばいって、怖いって、今日当たってんだよこれで、点滅と色掘り、やばい、やめろ。あー弱そう、よかった、弱い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 、めっちゃ弱い、めっちゃ弱い、大丈夫大丈夫。あー弱い弱い弱い、あぶねー。 OK、 ボタンも出てこない。次回予告の危機回避、あー、うわー、ちょっと待て、赤帯40%超えてるぞ。落ちた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 、よし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 、大丈夫だよ、これで紫カットインだったら大丈夫大丈夫。あぶねー、もう本当に焦らせる。残り20、あー近づいてきた、まあ、ここら辺まで来れば正直大丈夫だと思う。30、40は危ないから。はい、残り10回転、来たよー。皆さんでいい1連にしましょう。無心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 、4、3、2、 OK。 いや、ああ、ああ、何してんだよ、絶対おかしい、うわー、やばくない、いやいやいや、ありえないありえない、もう回す回す、当たんない当たんない、こんな3、2、2だよ、2、これ超えたら U タイムよ。うわー違う、お前早いよ、カウントだ、そっちじゃねえよ、ちょっと待って、マジやばいマジやばい、これ絶対カウントダウン起きるじゃん、早いって、先走り、2、0じゃないんだよ、先走りすぎだって、夢打つつやめろよマジで。はぁ、お待てよ、これ 40% あるぞ、え、いやもういいって、もういいって、今日1回も来てないよこれ、いやマジ頼むマジ頼むマジ頼むって、おかしいよおかしいよ、あなたおかしいことわかる、これ本当にやばい動画になりますからね、これで当たったら、あの本当に闇の力があるってあるからね、闇の力の台になっちゃうからね、2023年に出すもんじゃないよこれ、だって青保留だよ、もういいよ青保留だもん、いやこれはもう、あ、違う違う違う、これ焦っちゃいけないんだ、これ焦っちゃいけないんですよ、うん、これはもう焦らせようとしてるから、ゴールド進化です、どっち、神々の遊びなんです、我はダンテ、なんでここに来て最強リーチ出すの、やめろー、終わった、もう絶対無理だって、赤帯の神々は無理だ、もう防げない、もう防げないって、あと2回転だよ、いやいや赤い、あマジで外れてほしい、あとにマジで頼む、あと2回転、あと2回転でいいの、外れて、なんでこんな熱いの来てんだ、957回転だよ、やめろ、デフォルトお願いお願い、うわおかしいって、残り50、2万発見えてっから俺、デビルインパクト、ありえねえだろ、チャ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 ンス今来たんだけど、933回転、これもう分かってます、通常です、957だよ、やばくない、ハッピージューイヤー、終わったな、これもう分かってる、無理無理、もう無理だよこれは、もうダメだ、なあ、まあまあ、もっと早く当たれよもっと早く当たってくれよ、なんで2回転前に当たるんだよ、いやちょっと待って
感情が追いつかない。これがエンターテインメントです。あーもう行くしかない、もうダメだ。エロエロで行きます。投資4万9500円です。まあ、1万2500発変わらずやっていきます。これで駆け抜けたら2023年レンジの変わらないままだと思ってください。でも駆け抜けさせません。行きます。ありがとうございます。これ行くわ、これ行くやつ、これ行くやつ、これ行くやつ。もうお笑いいらないから、もうお笑いはこの前のやつで終わってくから、もう許さないかんで、俺の感情をぐちゃぐちゃにしやがって。ありがとう。いける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 。もうね、そしてね、やっぱ 93.2% も継続率あるけど 93.2% しかないから、7ラウンド多めに取ってかないとダメ。あ、ピンク上がりやすい。あ、危ない危ない。逆の自己動画にしてやるよ。ドゥー、よし。U タイム2回転前に当てる男、そこで謎のラッシュを取ってそこから逆転、かっこいいドラマ作れますぜ。はい、ダンテ、ダンテ可愛いから光っていいよ。もうしこり度が高い。俺はダンテでも抜ける。 OK、 全部好き、全部おっぱい好き。まあ良かったんじゃないですか、U タイム行かなくて。 OK、 うわ、許さねえかんな。俺は許してないかんね、まだ。だったらもっと早く当ててほしかったしね。2回転前って、しかもそれが年始一発目の動画って。ここ引かれ、あー危ねえ。ずっとここで無限に当て続けてほしい。お客さん、でも足りない足りない足りない、あと1万発必要です。ラスト引かれ、ここやばい。少ねえ少ねえ少ねえ、こんなんじゃない、分かってる。足んないよ足んないよ。最悪な結果、最悪な結果になるよ。分かってんの、デビルマン。この動画がデビルマンになるぞ、本当に。まずいよまずいよ。ここで戻して、ここで戻さないと終わる。お願いします。もうえてぇ。466ダメだ、3113ダメだ、何もない、ボタンも出てこない。お願いだよ、こんなんじゃ終われねえよ。背景、あーデビルマンだ、終わった。左打ちに戻してください。ついてー、あーで6連って。たら駆け抜けろよ。いや駆け抜けてほしくないけどさ、無理だ、デビルマンで勝てないよやっぱ俺。あ、まあ改めまして明けましておめでとうございました。ど根性、はい、ということで実践終了しました。横浜アリーナ、いや負けたね。でもね、マイファスのライブ始まります。いやだからせめて勝ちたかったです。やっぱデビルマン勝てないし、U タイム2回転前よね、今までいろんな仕打ち受けてきましたよ。2回転前ってもうライブ楽しみだから許すけど、やっぱデビルマンはねいるんですよ、ストッパーが。僕だって何回も動画上げてるんですよ、 U タイム行ってないですからね。これが何よりも証拠だと思います。まあ、でもこっからねホルモンとマイファスの対バンライブが始まりますよ。まあ、だから結果は負けてしまったけれども、トントン、まあ、ライブ代、うん、ライブ代は稼げなかった、グッズ代は稼げなかったけど、ライブは行く、やっぱ音楽が好きですから、まあ、そんな感じで、まあ、年始一発目デビルマンでしたか、うん、いいスタートだし、まあでも少しね、ほんの少しポジティブなことを言うのであれば、動画的には U タイム前2回転で通常だったらいいオチになったと思う。ただ2023年レンジのラッシュは取った、ラッシュは取った。だから、まあ、そこだけはね良しとしましょうと。でもうちょっと連チャンしたかったんです本当は。そこはできなかったんで、まあ、今回お金も入れてしまったけれども、2023年ここから頑張っていければなと思いますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで以上が年始一発目デビルマンになりますが、ここからライブ行ってもう切り替えて、気持ち切り替えて2本目勝てるように頑張っていきたいと思います。それでは皆さん今年1年よろしくお願いいたします。以上レンジローでした。行ってきます。待て、殴り、え、ん、あ、これサイクルエッジじゃん。
まらない止まらないで、なんだか上松だ。よっしゃやばっ。最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。新年デビルマン、やっぱり悪魔の力が潜んでおります。皆さんデビルマンで U タイム来たという方いらっしゃいましたら DM までよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。